にちは。こんにちは。今日はですね、初心者の人が声域どうしたらかっこよくなるのみたいな、そういう動画を作りたいと思います、はい。これは五葉松。日照どれぐらいですかね。だいぶ経ってると思います。この辺もだいぶ皮がはぜてきて、本当ずっとこの鉢で古く作った木の木でしょうね。10年ぐらい10年は全然余裕で経ってると思います。こんなちっちゃいのに、はい。こういう木を買った時にどうやって盆栽仕立てにするのか、そういう趣旨でやっていきたいと思います、はい。まずこういう木を買った時に、じゃあ木がどういう特徴があるのかってまず見ていくんですね。ぐるっと回した時にやっぱりこの幹の細さっていうのがこの木の魅力になると思います、なのでこういう木の場合は無理に模様木にするっていうよりかは、どっちかっていうと文人とかそういうような樹形が似合うような木だと思うんですよね、はい。文人にしてあげることによってこの木がよりコンパクトに木が大きく見えてくるので、そういう樹形にしていきたいなというふうに思います。次はですね、正面を決めないといけないわけなんですけど、こうぐるーっと回した時にどこが一番魅力的かなっていうのが見えます、こう見た時にやっぱりこの幹の振りっていうのは曲がり方ですね、が一番あるところがやっぱり魅力的なので、おそらくまあここが一番、いいんじゃないかと思います、はい。立ち上がりのところも少し後ろに反ってる、反っている感じなので、お腹が引っ込んでるような感じですよね、こちらとどっちかというとお腹出っ張っちゃってるような印象なので、引っ込んでる方を基本盆栽は前にします。なのでここが一番無難じゃないかなというふうに思います。で、今回は太い幹にあんまりかけるつもりはありません、はい。枝先を操作してこの木でもしっかり盆栽になるっていう姿にしていきたいと思います。じゃあまず最初に枝抜きですね、この木だと今基本上にずっと向かって生えてる、枝がいっぱいあるんですけど、盆栽の考え方的には頭はやっぱりちっちゃい方がいいんですよ、はい。なのでこの辺がちょっとでかいかなっていうと、この辺がでかい、2つ頭が高いような状態になっちゃってますね、はい。そのうちの1つを落としてあげないとやっぱり頭として成立してこないので、今回はこいつを芯にしていきたい、こいつらを芯に、この枝たちを芯にしていきたいと思います。こいつっていうと印象が、あ、そうね、この枝たちを、この枝たちを、芯にしていきたいと思います、こういう文人の木っていうのは基本的には古さを表現したいんです、で、松の枝っていうのは基本的に柔らかい、性質があるので、古くても折れないでこう枝が垂れ下がって枝が残り続けるんですね、それを表現したいので基本的には枝は下げます、なるべくこう全部の枝を下げていくとこの文人らしさっていうのが出てくるんですけど、なので、まずこの太いやつをまず切っちゃいます、はい。切るときは少し松は長めに切るといいですね。際で切るよかは残して切ると、ここが際で切ってしまうと切り口からちょっとえぐるように枯れてっちゃいますので、少しだけ残してあげることによってここが幹が枯れ込みにくくなるということですね、はい。同じところから何本か一緒に生えてるところがあります、はい。例えばこういうところですね、貫抜きって言われる部分ですね、ここにこれを放置しておくとこの部分が太ってしまって、せっかく細い木を作りたいのに細い魅力が台無しになってしまうので、こういうのも整理してあげないといけません、はい。ただここの貫抜きについてなんですけど、ちっちゃいのと大きいの2つあります、どっちを取るかっていうのを考えて、将来的に見ると絶対こっちの方が重要なんですね。それはまだ短いからってこと？そう、枝が、そうです、そうです。こういう木なので細い木なら枝も細くしたいんですね。なのでこれを回った時には将来的にはこっちの方が重要けど、これを取ると木自体が寂しくなっちゃうんですよ。逆にこれを取るとこの上まで結構長いのがずっと続いてしまってこっちがスカスカになっちゃうんですよ、はい。なので今回はこの2つはちょっと残したまま、両方残して、はい、いずれ切るってことですね。いずれ要はこっちを切ってあげる方がいいんじゃないかなというふうに思ってます、この上に関しても少し長いですよね、はい。なのでそのバランス的にはおかしいので、将来的にはこれを切ってもしかしたらこれも切るような感じになると思うんですけど、今回はこれを使って両方とも使ってやっていきたいと思います、はい。この枝に関しても今3本ちょっと長い枝があります、この枝はこういう風に下げていくといいと思うんですけど、この枝のこの枝は
一番元から出てるにもかかわらず一番長い枝になっちゃってます、はいはいはい、なのでこういう枝は要は使い道がないんですね、うんうん、先の方が長いというのが理想なので、はい、これを残してこれを切るっていうのをやってあげている。はい、なるほど。こっち下げて、であとこれが太い枝ですね。これは裏枝として使おうかなって今思ってたんですけど、はい、意外にちょっと太すぎますね枝が。でこの枝をこうやって落とすにしても、うん、ここの間が長すぎるんですよ。だいぶ下の方行っちゃうってことですね。そうなのでこれもいらないです。もうこういう細い木は極力枝数は少なくしてくれた方が綺麗に見えてくるので、うん、今回はこういう感じでやろうかな。とりあえずはこれぐらい切りましたと、はいはい、じゃあ下から枝をかけていきます、はい。ここでお知らせです。ここでお知らせです。こういうような盆栽を買える売店を今度やります。今度っていうか多分明日。明日か明後日か。はい。3月の2日3日ですね。はい、大宮駅東口徒歩10秒。まるまる東日本というところでして、3年前にも一度イベントを行いました。はい。そちらで3年ぶりにイベントを開催させていただきます。大宮盆栽の各園から盆栽を持ち寄って、まあ、本当に即売をやったりとか、あとはワークショップを随時行ったりとか、大河君と私と2人ともちょっと日にちは違うんですけどパフォーマンスをやったりとか、はい、結構目白押しなイベントとなっております。土曜日が大河君、はい、日曜日が私寛太君、はい、大河君は、商品盆栽を手元を映しながらの、まあ、デモンストレーションという形ですね、はい。で私の場合はちょっと外で今回初めてなんですけど、はい、ホコ天でちょっとパフォーマンスする形になりました。なんか DJ グループコラボ DJ の人とコラボしてやるみたいで、はい、必見ですので皆さん、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします、はい、各園からお手頃なやつだったりとか、やっぱり大宮盆栽なのでいい盆栽を持ってきたりとか、いろいろな盆栽を持ってこようと思ってますので、うん、皆さんもぜひ遊びにいらしてください。お願いします。お願いします。宣伝がギリギリすぎるっていう、はい、すみません。じゃあ針金かけ、はい、はい、じゃあかけるのはとりあえず下枝これを下げましょう、うんうん、これは 1.5 か 1.8 ぐらいにしようかな。ちょっとこの枝に対しては太すぎるんですけども、はい、ただしっかり下げたいっていうのが第一前提にあるので、うんうん、効かせるにはやっぱり少し太い針金をやった方がいいですね。なるほど。ここの落ち方でこの文人木って全然値段が変わってくるので、よくねこういう五葉松売ってるけどあんまり特徴がなくてなかなか買わなくなっちゃってるんですけど。そうですか、うん、だから作り方が多分分かんなかったからだと思う。あでもしっかりなんだろう要点だけ押さえればいい、うんうん、いいになりますよ。あと鉢とかちっちゃくできるんで、枝も落としてるから根が切れるってことですよね。そうそう、こんな感じでかかりました。はい、じゃあ先までかけていきます。ちょっとだけなるべく見栄えは良くしたいので太いのは途中までにして先は先で細いのでかけていきたいと思います。はい、昼間さんのワークショップで、はい、枝の針金かけ分かんない人結構いたので、ああどれとどれをかけるかっていうのさえ分かればすごく楽なんです針金が、うんうん、なるべく近い同士でかけるので、はい、たまにね遠いとこと遠いとこでやっちゃう人いるんですけど、はい、それよりかはもうなるべく同じような場所から入ってるやつ同士でかけるのが一番綺麗に見えると思います。なるほど。分かりやすく言うと今これとこれでかけようと思ってるんですね、うん、はい、途中まで針金を持ってきてあげてそこからまた細いやつでやってあげればしっかり効いてくるんですよ。例えばこれでこの太いのがここで終わっちゃってた、うんうんうん、でなるとこれとこれかけてもブラブラの状態になっちゃうんですよ。そうですね。ここに基準を作るっていう感じでやってみるといいと思います。あ、なんか同じ太さの同士をかける理想はそうですね。理想は、はい、ただやっぱり大小もちろん出てくるし、うん、見栄えを気にするんであればそれだけにとらわれずに近い同士でやるといいかもしれない。針金かけた後の見栄えってこれ、はい、人によります。最初にこの基準にかけちゃう人そっちのが一番楽です。僕は見栄え的にこっちのかかってない方先にやるんですけど。うん？何が違うの？要はこのかかってない方をかけてる時にこっちがね間が空いちゃうんですよ。理想は間が空かない方がいい。
いんで、基準にかけた方が絶対楽なんですよ、うんうんうん、早いし、うん、こんがらがらないし、うん、けど間が空いちゃうっていうだけで、間を空けたくないんですよ僕は。だから針金と針金の間ってことですね。そうそうそう、なるべくこういう立ち上がりのところから曲げてあげるといいですね、うんうんうん、どっちも同じ、しっかりこうやって枝元から曲を、枝元から曲げてあげる。で今度はこいつらこの枝たちを上げます、はい、でこれちょっと今上にピョって飛び出てるんで、これ切っちゃう、うん、ここの話です。こっちを先にかけるかこっちを先にかけるかの話、はい、普通はこっちを先にかけるんです、うん、そうですね、うん、の方が分かりやすいし、うんうん、固定される感じがする。そうけどこっちを先にかけちゃった方が後々これ後からかけられるんで間が空きにくいんですよ、うんうん、こっちをかけた後にこっちやるとどうしても絶対浮いてきちゃう。なるほど。1回転ぐらいはした方がいいですけどね、ここにね。でちょっと巻いてから反対側やる。見た目だけの話なんで、うん、最初から片側だけ全部かけちゃうっていうのはダメですね。そう、うん、不安定でしょ。でこの後にこっちを巻いていくと綺麗に見えます。はい、針金は交差しないで沿わせる、針金同士を沿わせるのが綺麗と、はい、基本的には枝先にかかるんですよ絶対に。太いのと細いのの関係で言うと、うん、枝先ってこっちじゃないですか、はい、太いのの先に来るんですよ絶対に。あ、細いやつが、うん、はは元に来てたらどっかおかしいと思うんですよ絶対に。これは間違いないです。どんなかけ方しても先に来るはず。それがずれてたらどっかでクロスしてたりとか。なるほど、おかしいところがあるでしょう。あ、これは勉強になった。細いのが前に来てればいいんですね、枝先の方に来てる。そう、とはいえ教室の生徒さんもこんがらがるんで普通は。そうですね、やっぱ数やんないと。そう、普通にすぐ身につくものじゃないんですけど、うん、そういう意識でいるといいかもしれないですね。はい、で次この人たちをやります。はい、先に軸だけかけちゃうんですここの、はい、それは枯れたこの枝とかけちゃう。なるほど。はい、次に この人たちをかけます。はい、次は細かいの。針金は一枝ずつかけていく感じなんですかね。太いの先全部かけてから細いのじゃなくて。人によるんですね。それも人によるんだ。僕はまず下をきっちり固めたいんで、うん、太いのを下かけて、はい、下は下で一回作っちゃうかもしれない。まあ上の方のざっとは作るんですけど、はい、ざっとだけですね。まあでもそれは要は太いのってことか。うん、そこはいいんだけど、気にしなくて、うん、やりやすい方でいいと思います。高木さんはお留守番？うん、かわいそうに。だから今週の京志郎いきます。今週の京志郎は強風により木が倒れまくってんのを立たせる仕事でしたね。やばい、やばいっすね今日も、はい、昨日も明日も風強いみたいです。明日もやばい、はい、春三日三晩だね。あ、うん、うまい。うまくない。あーでも晩がかかってるからか。うまいな。枝は基本的にただ下げるだけでいいんですか？結構小さい盆栽だけど枝長いじゃないですか、うん、だからちょっと曲げて寄せるったりするのかなって思ったんですけど、そういうのあんまりしてない。こういう木だとゆすら模様なんですよ、うん、ゆすら模様ってね、緩やかな模様なんですよ、はい、それを、まあ、見た目はねもちろん縮めた方がいいんですけど、うん、今度枝をたぐってし 極端にたぐってしまうとやっぱり木がおかしい見えると思うんですよ僕の考えだと、うん、要は幹が結構まっすぐなのに枝が曲がってるのは曲がってると不自然。そうですね。逆に言うと枝が少し長いっていう方が
文人の古さが出てくるんですよ。もちろんバランスってあるんですけど、でも今後新しい芽が短いところについたら、うん、これ立て替えればいい、立て替えてっていいんですね。なるほど。でちょっと下向きの葉っぱを取ってあげて、はい、とりあえず、はい、うん、第1弾でこういう形に作りました。基本的にはここから葉っぱを作っていきたいですね。芽数を増やしていって、うんうん、棚を作っていきたいんですけど、まず基礎としてこういう枝を下げるっていうことをしっかりやってあげた方がいいです、はい、そのために下の方から枝をぐっと下げていって幹に近づけるっていう作業をしました。これを極端にやるともっと下がるんですけど、一回このぐらいにしといて、で徐々に下げていったりとか、枝を整えていって芽数を増やして、しながら棚を作っていくといい雰囲気になってくるんじゃないかなと思います。なるほど。今だと一つの枝に一つの芽しかなかったりとか、うん、棚として不十分なところも多いので、この雰囲気を保ちながらもより充実した、木にしていくためには芽数を増やして枝の整理をしていった方がいいと思います。はい、こういう木には文人なので、どちらかというと丸いような鉢が一番合うと思います。で丸い鉢で今から鉢を探して、植え替えをしていきたいなというふうに思います。はい、はい、3つ鉢が来ました。これは安鉢で、これは正月さんの新作、新作とか最近よく作ってるやつです。ああ、この中でちょっと配列に入れていきたいと思います。こんな感じ。お、金婚、うわ、ダンゴムシ、わらじ虫です。わらじ虫、わらじ虫は丸くなんないんだ、うん、いました。じゃあちょっと先にどれ使うかわかんないんで、うん、ちょっと根っこ崩していきます。はい、わらじが下に戻ってた。すごい、わかるんかな。根っこがパンパンですね。もう何年も植え替えしないと思います。そうですね、多分5年は最近やってないですよ。あ、持ってってないかも。おらじが帰っていこうと。根の状態は良さそうですね。そうですね、文人だけど模様木にも見えなくもないじゃないですか。それは多分、うん、下枝が長いから。あ、なるほど。これを取ればいいんですよ。あ、そういう方法もある。あ、下2本取っちゃうと文人っぽくなる。取ってもいいですけどね。それもあると、うん、作り方として。基本的には文人は、うん、やっぱりこの下の方には枝を作らない方が基本的には文人らしさって出るんですね、はい、あとは幹の太さとの関係なんですけど、この文人にしたら少し幹が太い方なんですよ、はいはい、ってなったら上の方から木を、じゃあ枝を落としてきた方が木が細く見えるんで、あ、これを残さない方が文人らしさで。なるほど。んじゃあ飽きたら切ればいいみたいな。そうそう、より文人木を濃く見せたいんだよ、うんうんうん、あ、だいぶちょっと太いのが下にあるっすね。長いの切ります。はい、ここに太いのがある。これはでも切れるっすね。なんか、うんうん、でかいかな。ってことはこっちもでかい。これかな。これにしましょうか。はい。残念、小石さん。他の木で。うん。ちっちゃい木。そうですね。ちょっとだけ細かいのを入れましょう。ちょっとだけ粗いのじゃなくて、あ、粗いの、粗いのか、うん、で細かいの、
このこれが使いやすくて最近。でも100セリア。セリアで買った。それ土入れなの？名称は。土入れ。これあるんだ。だから大小セットなんです。おすすめです。はい。でも本当最初盆栽趣味にしようかなって言ってきてやる感じだね。これね。こういうぐらいのやつをちょっと針金かけて植え替えて。この層がやっぱりいろんな売店でも多いので、このどういう人たちに見てもらいたいですね。そうですね。だから旧をご覧のクロートの皆さんには、まあ、高いわと思われるかもしれないんですけど、はい、ちょっとまたいいのやりますんでちょっと待って。いいのね。ストックはいっぱいあるね。昨日。ストックあるけどやる時間がない。やる時間がないんです。だって2週間以上会ってなかったよね。あ、俺ね。だって立春前から会ってないでしょ。うん、我々も久しぶりに。会うのは夜みたいな。夜？会議の時に。あ、会議の時あったか。全然ね、私とも遊んでくんないんですよ。忙しくなっちゃって。将来の自分のためと思えばね。あ、はい、こんな感じかな。完成。OK、ありますか。ありますか。で、先にちょっと水やりします。はい。水続けて。スタンディングコケ張りで、はい、はい、当日もスタンディングなんで、ああパフォーマンス、はい、皆さん晴れ舞台見に来てやってください。くれよ。タイガ君だってパフォーマンス初でしょ。初。しかもモニターを使ってのパフォーマンスということですが、はい、そのモニターも映るかどうかもまだ分かってないと。分かってない。ぶっつけみたいな、ぶっつけ本番みたいな。深川大学の深川都市で商品も各園が出すから、まあいろんなのもあると。うん、Q さんは、まあ、T シャツと鉢持ってくかな。うん、鉢があんまりないですけどね。もうはい、はい、はい、完成しました。はい、ブヨマツの針金かけて植え替えを行いました。さっきはボサボサで上を向いてたような木なんですけど、うん、枝をかけることによって木が大きく見えてくると思いました、うんうん、あ、思います。ポイントとしては全体的に枝をグッと下げました、はい、で幹に近づけてあげることによって、うん、木がコンパクトになるし木も古く見えてきます。将来的にはこの辺の下を取ってあげたりとか、逆に言うと、もっと曲をつけてあげて、うんうん、高さを抑えてあげると模様にもなるし、まあ、いろんな文人にしたいのか模様にしたいのかどっちでも作れるような木ではありますので、まあ、こういうような骨作りをしてあげると、うん、いろんな将来性が出てくると思いますので、ぜひやってみてください。そんなに時間はかかってませんので、そうですね、こういうような形になってきますので、皆さんもこういうような素材がありましたらぜひやってみてはいかがでしょうか、はい、あとはね、見え方の問題ですけど、うんうん、この辺が下枝が多いんであれば抜いてって話ありますけど、もっと流れを強調してるのでこういうのを取ってあげて、なるほど、そしても面白いですよね。流れが急に出ますね、はい、まあ、それぞれの好みなんですかね、その辺は、はい、ある程度の基本の上に好みがあるみたいな。いろいろ文人らしく作りたいんであればこういう流れを強調してもいいし、いろんな落ち枝を作ってもいいし、可能性は無限大ですので、やってみてはいかがでしょうか、はい、ちなみに心拍も一緒ですか。大体基本的に一緒ですね。心拍、図書ぐらいか。ただ心拍の場合は枝が長かったらちょっとたぐってとか、そういうのも面白いですね。もうできちゃうんだ、はい、それも心拍なら味になるので。赤松は、赤松基本はやっぱりしっかり落ち枝を大きくして、うん、こういう落ちたところの厳しさがポイントになるかもしれない。なるほど、はい、ちょっとずつポイントは違うけど、おおよそは一緒。考え方は一緒。あ、古く文人らしく作るのであれば落ち枝をしっかり作ってあげるといいと思います、はいはい、この動画が、いいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Bye bye. Bye bye.